はい、こんにちはくんです。ということで人狼ジャッジメントやっていきましょう。今日はね、初めてのネタ部屋っていうものにね入っていきました。人狼ジャッジメント始めてから1年間一度も入ったことなかったです。まあ果たしてどういうノリになるか。エマいきなり吐きそうって言ってるけど、でもなんかあれだな、普通だな。チャンツリルール、ネタ好きだから自由に。電気マンジェシカ、なんだこれてか多分チャンクロ、なにこれ、チャンクロってやってもいいの？初日チャンか狼くせえやつすごいね。お、楽しいぞ。占い使用できんじゃないこれ。最悪、これチャンクロか。チャンに黒出しするか。ネタ部屋だし、チャンに黒出ししてみよう。まあ、ネタ部屋だからな。注意事項ポンポンって書いておいて、またなんか俺が影響力がどうかとかなんかバカとか騒ぎ出すから、ポン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 。カミングアウト、おはよう。カミングアウト、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 ちゃん黒、みんな占いになった。カミングアウト、これちゃん黒じゃね、ちゃん黒とりあえずちゃん黒だったからちゃん釣りでよくね。ちゃん黒でしょ。占い師 6? すごいな。 1,2,3,4,5 すごい。5人占いしようか。私もちゃん黒。あー、カミングアウト、エマが言うなら間違いないだな。エマが言うならな。カミングアウト、カミングアウト、エマが言うならエマがちゃん黒って言ってることだしさ、まあちゃん釣られてくれや。兄も進行でいいよ。メリルはバラを食べてしまった代償だ。スーさん仲間において。スーさん何やってんのスーさん絶望してるスーさん絶望してるカミングアウト、なんだこの部屋だ、ちょっと一回ぐらいやるのは面白いな。アーニー進行よろ。アーニー進行で。ちゃんだろもう、こんなの。こんなんちゃんだわ。ちゃん釣りしようぜ。ちゃん釣ったらお化け出るぞ。霊能で見てやるわ。よろしく。あ、とりあえずな。とりあえずちゃん把握。時短よろしく。すげえな、すげえな、ちゃん釣り把握。クラそうだな、マジ、まあ、シンプルにちゃん釣りだな。これで勝ったらすごいな。霊能何なんだろう。じゃあ本当に占いだったりして。よろしく。まあしょうがないやな。おやすみ。ちゃん一番黒かったし、しょうがない。いいね。違うよ。ひんやり。ああ。怪しい。これちゃん蘇生するからね。違うよ。あ、兄魔女か。すごいな。分かった。普通スタンプでしかやってねえな。30秒前もうこいつも小学生レベルだな。完全に小学生だろ、もうこのログが。もうダメでしょ、もうミスった。あー、こういう感じなのか、ネタ部屋って。チャン死んじゃうの。メリル強靭な。10秒前。じゃあ噛まないでおくわ。次誰だろうな、これ噛まれたらやだな。エマらせろ、エマらせろ。
これ黒だったらウケるぞ。ウケない、破綻したわ自分。うるせえやつから噛まれるのか。なるほどな、ルールは分かったわ。ちょっと真面目にやってみるか。3日目は真面目にやろう。カミングアウト。チャン白でした。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。占い師の方、結果160どうぞ。スーザン黒、じゃあスーザン釣りだな。時短よろしく、時短よろしく。大丈夫かこれ、俺大丈夫なのかな。はっとかって言ってるし。スーザン黒把握、ショーン守ってね。頭おかしいこの村。ちゃん白やったしな。残りあとワンウルフの場所だな。ミカちゃんすこここここ。30秒。いやーだって新占いがスーザン回避猫パン屋。10秒前。回避ある？なお遅い模様。こういうところで聞くやついるよな。スーザン回避ないので貫通で。これはね回避が遅すぎる。スーザンのこれパン屋だったら先般だぞ。パン猫だったら先般。何言ってるか意味わかんないけどな。これ黒だったらウケるぞ。おいおやーに、お前ふざけんなマジで。お前ふざけんなよ。お前だろ、スーザン白だったぞ。どうすんだよ、黒連れてねえぞ。なんか兄貴じゃねえかよ。誰だ本物の占い師は。本物の占い師でこい。ちゃんだったのか、もしかして。ちゃんは白伏せ。ふざけんな。カニューと噛んでるし、ちゃんと。うわこれどうすんだ。占い師いねえのか。占い師いないと勝てないぞ。いやこれスーザン黒っていうか、あえて。いやでもなぁ、アーニー釣りてぇなぁ。ここは結果語りしましょう。カミングアウト。スーザン、いやいやでも一回スーザンしろ。アーニー破綻。アーニー釣りします。カミングアウト。よし、時短よろしく。エリックは私守りで。いややばい。俺進行できてる。なんかこれぐちゃぐちゃ村を進行してるぞ。ゲイル新占いか。あ、ミカに投票してるな、エリック。これアーニー、エリックツールフだろう。アーニー釣って、続いたらエリック釣りな。エマ、ゲイル任せるで。アーニー釣れ。誰だ入れてないやつ。よし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 。いやここは黒でしょう。エリックが今ちょっと勝ちたい欲望がね感じれた。こいつ黒だわ。ただアーニー黒じゃないと負けだから、アーニーエリック黒。そしてエリック黒はちょっと透けたけどな、今の中で。エマ黒はちょっと透けてなかったな。エマ強かった、エマ強かったな。エリック黒は透けたが、
絵馬黒は見えなかった。いや白伏せすんなよ白伏せ。え、てかちゃんと白行った？エリックお帰り。あーでも行ってないね。何占ったのちゃんは。ちゃん誰占いだったんでこれ。アーニー占いとかだったらこれドロールだぞ。何だったのこれ。おいふざけんなよマジで。それ言っとけよアーニーしろって。でちゃんアーニーしろ言えよ。言ってたらエリックかエマ連れたかも。ああ、どちらにせよトロールだわ。何がしろ伏せや。おつ、もうやんねえかな。